さあ今あちょうど画面中央ですが、陽大館がファーストミットを持っての練習、これは本当にファンの皆さんも驚いたということでツイートたくさんいただきました。今見ると文字が何か書いてありましたが、新之助って書いてませんか。新之助、そうですよね。ちょっと陽選手グラブが、あ、新之助だと思います。ということは阿部二軍監督からこのグローブを借りている、もしくはもらって、よしファースト頑張るということだったのかもしれません。今日はさあこの5番ファーストで陽大館、これまた紅白戦としても非常に注目が集まるということになります。